あのさ、腕枕とかどうかな。え、嫌ならいいんだよ。ただなんかほら、なんかあの、お邪魔します。すごい、これが腕枕というものか。司ちゃんの体温が腕を通してダイレクトに伝わってくる。それとやってみて初めて分かったけど、意外と腕が痛い。やり方が悪いのか、腕のちょうどこの部分が圧迫されてだんだんしびれてくる。でも体温は伝わるし、いい匂いだし、これは天国と地獄のマリアージュだ。旦那様、腕疲れてきたんじゃない？いや、そんなことないよ。本当に？はぁ、やっぱしびれてる。ひどいよ。だって強がるから。でもこれ以上旦那様を苦しめるのもあれなので。じゃあ腕枕は諦めるから、お休みの中をしてください。今のダメージはそれくらいしないと回復しそうにないので、お休みの中をしてください。司ちゃんから積極的に。分かったよ。しょうがないな。どうして目を開けてるの？そりゃ近くで見たいからね。見られながらするの恥ずかしい。恥ずかしがってる顔も可愛いよ。ありがとう。じゃあおやすみ。おやすみなさい。さっきハウってすごい声が。いいから寝なさい。